こんにちは、ひろひろです。今日はナップサックを作ってみました。裏地付きのナップサックでキルト生地を使って作ってみました。普通生地でも作り方は同じなので、よかったら作ってみてください。大きさは横の長さが30センチ、縦の長さは36センチ、まちを5センチ作っています。用意する材料はキルト生地と内生地とカバンテープと巾着の紐になります。35センチ×40センチの内生地が2枚と表生地を2枚用意します。で、生地をそれぞれ中表に合わせて、上から4センチのところに印をつけておきます。反対側にも4センチのところに印をつけておきます。内生地にも上から4センチのところに印をつけておきます。6センチにカットしたカバンテープを2つ用意します。このカバンテープを2つに折って、表生地のこの辺りにつけていきます。反対側も2つに折ってこの辺りにつけていきます。下から5センチの位置につけてください。で、ここを閉じて洗濯バサミで挟んでおきます。で、印をつけた4センチから下を縫っていきます。内生地も4センチのところからぐるっと周りを縫います。内生地には返し口を開けてください。はい、今それぞれ上から4センチ開けて縫ってきました。で、ここを開いて両サイドに割っていきます。はい、こんな感じで両サイドに割って、この周りを縫っていきます。こんな感じでそれぞれ4箇所割ってきました。ここと、この方もこことここを割ってきました。で、ナップサックにマチをつけられたい方は、底を三角に折って5センチのマチをつけていきます。内生地にもマチをつけて、で、この上を縫っていきます。はい、今それぞれマチを4箇所縫ってきました。はい、で、次にこの口の部分を合わせていきます。表生地と内生地のこの口の部分を合わせて、ここを縫っていきます。この時にナップサックの持ち手をつけたいので、持ち手をこの間に挟んでいきます。22センチにカットしたカバンテープを2本用意します。で、このカバンテープをここにつけていきます。この端から10センチぐらいのところにカバンテープをつけていってください。で、ここに内生地の口を挟んで、この上を縫っていきます。はい、今ここを縫ってきました。ここに持ち手がついている状態になります。次に反対側にも持ち手をつけていきます。持ち手を同じようにから10センチのところに挟んで、内生地を重ねてここを縫っていきます。はい、今ここを縫ってきました。で、次にここの返し口から返していきます。ひっくり返したら返し口を少し内側に折り込んで、ここを閉じていきます。今ここを閉じてきました。これを中に入れて形を整えて、ここの割っているところを合わせて洗濯バサミで留めておきます。反対側も割っているところを合わせて洗濯バサミで留めておきます。はい、こんな感じで洗濯バサミを留めたら、ここの部分とここの部分にステッチをかけていきます。まず最初にこの上の部分から縫っていきます。はい、今
今両サイドそれぞれ口の部分を2箇所縫ってきました。で次にこの下の3センチぐらいの分かれ目のところを一周ぐるっと縫っていきます。ここはテンションがかかるので返し縫いをしておきます。はい、今こんな感じでこの周りをぐるっと一周縫ってきました。この分かれ目のところは返し縫いをしています。反対側の分かれ目のところもここは返し縫いをしています。で最後に紐を通していきます。ダイソーの巾着紐は4メーター入っているので160センチにカットした紐を2本用意します。セリアで買ってきたカラー紐は2メーター50しか入っていなかったので2つ用意してください。はい、紐通しで紐を通していきます。はい、巾着部分に紐を通したらこちらの方にも紐を通していきます。こんな感じで紐を通したらここをくくります。反対側からも同じように紐を通していきます。これで完成になります。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。